こんばんは。6月20日、月曜日午後10時30分を回りました。4語金語な夜、今日は第216回ですね。って書いてますけど、特にタイトルには意味はございません。まあ、って何を話そうかなと、話をすることがたくさんあるんでね。で、困ってるっていうことで、まあ、と書いたんですけど、はい。まあ、話すことって、まあ、昨日ちょっとお話をした水については、まあ、理論的なやつはね、まあ、今後、僕も勉強をして、ちょっと、もっと噛み砕いて、お話ができるようにするまで、ちょっと時間をください。ただね、昨日も言ったように、実証実験を、してみたいということで、これ、撮りますね。よいしょ。何やってるかというと、今。これですね。よいしょ。おーおーおー。いろんなものが、じゃん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 じゃーんというふうにして、今、昨日ご紹介した、水を使って、桃の発酵ドリンクを、作ってます。まあ、これ本当に水のエネルギーだけで、桃が発酵するのかということね。まあ、材料として、ここに入ってるのが、桃が、700g、それに対して砂糖が 210g で、クエン酸が小さじ少々、小さじ半分か、そして塩が少々、それに、昨日紹介した水を、約2リットルぐらい入ってます。これで、一晩経ったんですが、2、3日後から発酵が始まりますので、適当にガス抜きをお願いしますと。あと、砂糖を加えることによって、どんどん発酵が活性化しますので、適当に砂糖を入れてくれって言われてるんですが、活性化とかプシューというふうに炭酸が結構出てくるんですよね。まだ、今はそんなにないですね。桃の甘い匂いがしてますけど、これ砂糖と、まあ、桃本来の香りだと思うんですがね。また、水もちょっと、ほんのり桃色に染まってきているんですけど、まだ発酵という段階ではございませんので、またこれ、様子を見て、実証実験で、その過程をね、また、レポートしていきたいと思いますけど、なんか、楽しみではありますけどね。よいしょ。はい。ということでね、ま、桃の発酵ドリンク、またお楽しみにということでね、もしこれ成功すればね、また皆さんにも、美味しい作り方を、他の、果物を使って、果実酒発酵ドリンクを作ってみたいと思います。本当梅酒を作ろうかなと思って、結構ホームセンターに行ったら今、梅酒を作るためのもの、道具、グッズ、材料がいっぱい売ってあったんでね、まあ、肝心な梅がないので、まあ、桃にしたんですけどね。お楽しみに。それと、まあ、今日、YouTube の方の動画に早速紹介したんですけど、以前からね、この IS04 を、使って、いろんな面白い撮影ができないかなと、いろんなアングルを変えてね、撮影をしたいと。ビデオカメラを使うときに、この一脚という、足を使うんですね。まあ、これは三脚を使うと足がパーッと広がりますんで、人混みの中では使えないんですよね。で、一脚は
どうするかと、これビデオカメラをつけますよね。このベルト。ベルトのところにもうガツンと止めて、で、これでカチッとビデオを固定する、このベルトね。で、撮ったりするんですけど、他にも人混みが多いと、人の頭しか見えないと。手を伸ばしても届かないといった場合には、この一脚の足をぐんと伸ばしますね。結構1メーターちょっと伸びるんで、で、これを先にカメラがついてるんで、それをぐーっと持っていくと、高いところからビデオが撮れるんですけど、でもこの弱点というのが、手元の方にはモニターがないので、どんな状態で撮影できているのかという、確認ができないんですね。噛んで、この付近だろうかな、あの付近かなというふうにしてやるしかないんですね。そこがまあ難点なんですけど、同じようなことがスマートフォンでもできないだろうかなと思って、この上につけるやつ、アタッチメント、ね、これではもう固定できないんで、スマートフォンを固定できるようなアタッチメントがないのかなと思って探していましたら、ありましたね。これこれ。ドンキホーテ。ドンキホーテに、いわゆる簡易スタンド。これはもうピッとやると、スッとやると、足が伸びて、収納にも便利いいんですね。使うときには、ピッと適当に足をグイグイグイと広げれば使えるというスタンドがあったんですね。で、このスタンドが欲しかったわけじゃなくて、この上のアタッチメント、これぐるぐる回すと外れるんですね。ということは、ここに普通のデジカメをはめて、デジカメのスタンドにすることもできるんですけど、こっちじゃなくて、このアタッチメントが欲しかったんですね。このアタッチメントのネジのサイズが一脚のサイズときちんと合いますんでね。これをグリ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 ーったら、ここに、はい、取り付けられました。そこに、このスマートフォンを、スイッチボタンの位置があるんで、なかなか取り付けが難しいんですけど、よいしょ。この付近か。落ちないように慎重に取り付けないといけないんですかね。あまりきつく締めてもいけないんで、ぐらぐら落ちない程度に固定をします。はい。こんな感じで固定できますよね。で、ここはぐりーっと、向きを変えることができるんで、まあ、適当に向きを変えるんですが、問題は、このカメラレンズ、見えますかね？よいしょ。カメラレンズがありますんで、カメラレンズを塞がないようにしないといけないというところが、ポイントになります。で、これで、カメラのボタンをタップして、で、撮影しながら、これを適当にグリングリングリーンと伸ばしていくと、高い位置からの撮影ができるんですね。ただこれでも弱点が、難点が、手元の方にモニターがないということで、噛んで撮るしかないというのと、まあ、手ぶれをしないように、まあ、きちっと固定して持っておかないといけないということなんですよね。だけど、なんだ、風景とかね、お花畑の低い位置から、花を上からバーッと撮るような感じでね、まあ、自然な形で、持ってくるといいのかなと。風景とか、お花とか、動かないものを対象にする場合にはね、まあ、このカメラ側の方を自動的に自分でうまいようにスーッ
と上げていけば、クレーンで撮ってるような映像が撮れますよね。それはいいと思います。ただ、街中の、まあ、大道芸の様子とか、ダンスの様子とか、動きのあるような人間の動きは、多分追いつかないし、ブレるでしょうね。ちゃんとそのレンズ枠に、対象物が入るかという問題があるんでね。まさか訓練、慣れていかないと難しいのかな、と気はしますけど、でもね、面白い映像が撮れるのかな、というふうにして、今から撮影するのを楽しみにしているんですけど、まあ、あいにく、宮崎県地方は、大雨が降っているんですが、ちょうど今、今日はお昼以降、雨が上がったんでね、まあ、明日も雨が上がればいいんですけど、また明日、今日の夜以降、また大雨が降るという予報が出てますんでね。まあ家の中で撮るのも、面白くないから、まあ、天気のいい日に、これを持って行って、ぐーっと伸びて撮影したいと思います。あ、そうそう。今日のホリエモンの、入管、なんていうのかな？刑務所に入るための出頭の様子をインターネットでライブ中継していたんですが、私と似たようなものを持って、群衆の上から撮影をしていたっていう映像をテレビニュースで見たんですけど、あ、同じことやってるっていうふうに思ったんですけどね。だから結構、これは使い方によってはいいのかなって。あとは、ローアングルね、ワンちゃんと同じような目線で撮ろうと思ったら、これ逆さまにして、その時にも、このスマートフォンも逆さまに取り付けないといけないんでしょうね。取り付ける向きをどうすればいいのかという問題もあるんで、なんか逆向きの映像が撮れるのかなって気がするんですよね。こんな感じでね。だからローアングルで、あ、こうやった時に、あ、ローアングルできないか。カメラがこうだから、こうだな。こうして、スマートフォンを逆に取り付けて、あ、そうかそうか。逆に取り付けて、こんな感じ。液晶画面を内側に挟み込むような形で、これでローアングルね。で、スーッと撮れますね。はい。こういった使い方もできますが、くれぐれも変なことを、変なところを撮らないようにしないといけませんのでね。まあ、僕はそういうことはしませんけど、まあ、使い方によっては変なところが撮れるんで、そこはちょっと気をつけたいと思いますけど、これ、ドン・キホーテで598円。まあ、これ使わないときには、これクリクリクリって外して、なんかテレビショッピングみたいですね。で、元の、スタンドにクリ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 ってつけて、まあ、通常の、スタンドになりますよと。いわゆる、ワンシグなんかを見るときには、これが使えますよ。非常に便利ですよ。これでなんと598円。どうですか？っていうような、テレビショッピングみたいな形になるんですけど、まあ、これでね、あら、ちょっと、不安定だな。よいしょ。あまり足を。で、これをくるっとやれば、ちょっと、下、スタンドに変わります。どうでしょうか？1台。598円です。というような感じですね。はい。もう、安かったんでね。まあ、これ、今度、東北に行くときに、ちょっと持っていきたいと思います。また、面白い映像を撮ってみたいと思います。でね、これ反対側につける場合に液晶画面を傷つけるんですよね。今日のブログでもご紹介したんですけど、この接地面、液晶画面とこのアタッチメントの接地面にクッションをつけました。そんでこれを反対側にパッと取り付ける場合に直接プラスチックの金具器具に当たらないようにクッションで固定できてるんでね。そこはカスタマイズと改造
しております。はい、という形でね。それと、まあこれ、直接04を挟み込むと、ボディに傷がつきますんでね、まあ、このようなカバーがあると、本体を傷つけないからいいのかなと思いますんでね。まあ、あれこれ工夫しながら、今後、あ、すいません。撮影を楽しみたいと思います。待ってくださいね。あ、ツイッタータイムライン、ちょっと確認してなかったので、確認しますね。よいしょ。はい。面白いグッズ、結構、ドンキホーテ、ありますね。傾きがおかしいのかな、うん、こんな感じかな。あ、カズオデッセイさん、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はあれこれ、いろんなグッズを、紹介しておるところです。はい。で、たまたまというか、で、ついでにドンキホーテで買ったもの、これも買っちゃいました。どこでもクール、冷やしたい。あの、首に巻くやつ、これも、テレビショッピングで、紹介してました。こういうのがありますよということで紹介してましたけど、水に浸して、そのまま、こう、くぐり巻くと、冷たくなりますよというような、これ398円で売ってましたんで、東北でボランティアをする際に、まあ、これも使えるのかなと思って、これも買ってきました。まあ、ぼちぼちと、ボランティアに向けての、準備を行っているところでございます。よいしょ。ね、結構ね、自分がしたいこと、やりたいことが、具現化できるっていうか、あるところにはあるんだなっていうかね。まあ、そういった、頭に入っていることを、それを、なんか、バッと具現化できる、こういったものが、本当はね、こういったものを作ればいいんですけど、まあ、家には、こういったものを作る器具や道具も装置もお金も、何もないんで、こういった、売られている商品を使ってね、自分なりにカスタマイズして作ってやっているんですけど、結構ね、そういったことを頭使うから、まあ、ボケないんでいいのかなと思いますけどね。はい。ということでございます。ただ、肝心なこの IS-04 君が、ちょっと不機嫌なんですね。Android 2.2 にバージョンアップしてから、ちょっと不機嫌なんですよ。今日はね、今日は参りましたよ。今日も、04くんの目覚ましアラームで起きたんですけど、音が違うんですよ、アラーム音が。あれ？これ俺が設定したアラーム音じゃないということで、パッと起きたら、案の定、アラームの停止ボタンがないんですね。よしな、これをちょっとビデオに、撮影をして、後で YouTube でご紹介しようと思って撮ったんですよ。撮ったのは良かったんですけど、この僕のボロビデオカメラ、これなんですよね。撮ってるんですよ。だけどこのボロビデオカメラがですね、なんか映像信号がおかしくなったみたいで、ビデオカメラでは、再生できるんですけど、それをパソコンに取り込んだら、なんと映像が出てこないんですね。なんでって、他のところの部分はちゃんと撮れてるんですけど、そこのピーピーガーガーうるさいアラームが鳴ってる様子だけ撮れないという不思議な現象があったんですよ。撮るなよと言わんばかりの、トラブルが今日あったんですけど、これもったいないなぁと思った。あ、これ聞こえてます？ギーギーガーが言ってるでしょ。この音違うんですよ。これは別の通知音で使ってるんですけど、アラームとは違う音がギーギーガーが鳴ってるんですね。まあ、これをちょっと証拠品として YouTube にアップしたかったんですけど、ダメだったんで、また明日の朝、
ちょっと挑戦してみたいなと思っております。あ、すいませんね。僕の方のモニターの画面が消えたので、ちょっと一回モニターを。すいません、何でしょうかね、これもずっと中古で買ったんですけど、マイクロ MV といって、ミニ DVD よりも、テープが小さいタイプのビデオカメラで、ハンディで、本体が小さかったので買ったんですけど、こんな小さなテープなんですね。このテープね、もうだいぶ使ってるんで、テープのトラッキングも悪くなってるんじゃないかなと。そこの時間帯だけ、映像信号がおかしくなってるんですね。他のところはきちんと撮れてるんで、もうそろそろこのテープも買い替えないといけないのかなと。ヘッドクリーニングしても変わりませんからね。テープの買い替えを。高いですよ、このテープ1本。1000円します。もうこれ、もう今販売されてませんので、ビデオカメラは。テープも、あと残り少ないんですよ。1000円なんで、いっぱい買えないんでね。これ何回も何回も使ってやってるんですが、それが、劣化の原因になってるのかなと思ってるんですよね。だから明日、きちんと撮影ができるトラッキングを出して、そこから、目覚ましアラームの証拠を撮影したいと思います。それとね、他にも今日、この IS-04 くん、挙動不審というか、変な動作、作動したんですね。何かというと、家の中では、割と Wi-Fi、無線 LAN を使うことが多いんですけど、この無線 LAN を、つなげっぱなしに、していたんですけどね。これね、ネフはいいか。なんと、いつの間にか Wi-Fi と 3G 回線がオンになってる。あれって、この画面上には 3G って出てるんですね。で、Wi-Fi のマークはないんですけど、マイセッティングスで、または設定の項目で、無線 LAN を確認すると、無線 LAN もオンになってるんですね。あれって無線 LAN もオンになっている。はい。3G 回線もオンになってると。で、実際使ってみると、Wi-Fi なんですね。あれ？何これ、この表示変だねっていうことで、ちょっと動作が不安定になることがあるんですね。またこのことを、au157 にお電話すると、すぐオペレーターが、あ、これはもう au ショップの方にお願いします。っていうふうに、もうすぐ入院しろと言っちゃうんだね。ちょっとも電話するのはやめようかなと思っております。なんでしょうね。検証しないんでしょうかね、と思ったんですね。以前、アラームがおかしいですよ、アラームじゃなかった、ロック画面か、このスリープ状態から、立ち上げる場合のロック画面がめんどくさいですね、20で。これ消しますよね。で、復帰します。とロック解除画面で上にスライドしないといけないですね。その後にまたパターン認証をしないといけないという二段構え、これめんどくさいですよねって言ったら、IS-04 の部署の担当の方も実機を持ってきて一緒に、今のを確認しながらやったら、電話口で、ああ、ほんと勝手悪いなという声が聞こえたんですね。そんな感じで、お互いその実機を持ってね、操作すると、ああ、これ使い勝手がおかしいよねって、改善しないといけないよね、わかるんですよね。でも、オペレーターさんというのは、マニュアル通りでしかお話できませんから、
そこまではしないんですよね。お宅のような、アラームアプリの不具合は、実績が、というか、レポートが上がってきておりませんので、確認できません。もし続くようであれば、au ショップに行って、修理のご依頼をお願いします。ということで、まあ、データなんですよね。ユーザーの方から、これがおかしい、これが使えない、どうなってるんだっていう声がどんどん上がってこないと、それがデータベース化されませんから、オペレーターとしては解決方法が何も言えないと。逆に声がいっぱい上がると、向こうもね、重い腰を上げて、検証実験とかを行うと思うんですけどね。アラームじゃない、ロック画面の解除に関しては、なんだ？ 6 月下旬以降にありますアップデートに間に合うように、あと au さんの本体の方にもお話をしますっていうことを言ってたんですけどね。一応これ、通話内容は録音してますので、言ってるんですが、リスモが対応してないからということで、今月の下旬にリスモ向けのアップデートがあると聞いたんですよね。まあ、それと一緒にロック解除画面のところもね、改善されればいいのかなと思います。まあ、なんというか、挙動不審な動作をするようなことがたまにあるんで、まあ、再起動すればね、なんとかその動作も収まるんですけど、逆に言うと再起動させないと通常に動かないと。まあ、パソコンと同じですよね。パソコンも再起動すれば不具合が治るっていうケースが結構多いのでね。まあ、それはもう不具合というか、OS に伴う、なんていうかね、仕様というか、バグというか、そういったことで考えた方がいいのかなと、ちょっと思っております。ちょっとメール来たので確認します。はい。宮崎県メールサービス、土砂災害警戒情報発表ということで、先ほど、午後10時、変な文字、午後10時50分、発令したんですけど、あ、よかったよかった。警戒対象地域に、都城が入っていたんですけれど、解除されました。その理由としては、まあ、大雨が弱まって、まあ、多発的な、土砂災害が発生する恐れが少なくなったので、土砂災害警戒情報を解除しますということで、これはほとんどの、警戒とか警戒情報とか警報とかっていうのは、もうなくなったのかなーっていうことですね。もう実際、今、市内も雨が降っておりません。今日午前中、お昼かけて、街を車で走行したんですけど、大淀川の水位がだいぶ上がっておりまして、河川敷の広場とか、パーキングとか、全部もう使ってましたね。で、夕方通ったら、もうだいぶ水も引いてましたので、もう収まってきたのかなっていうことと、6年ぐらい前の台風14号で大淀川が結構氾濫をして、水害も出たのでね、その後、大淀川の堤防の工事、大淀川のかさ上げというか底を掘ってね、あと、水が増えても対応できるようにしましょうっていう河川の改修工事が行われたので、まあ、今のところ、水害の被害はなくて、本当良かったかなと思います。まあ、明日、1週間以上太陽を見てませんね。今日夕方少し太陽が出たんですけどね。多分もう1週間ぐらいなるのかな？太陽を見てませんね。明日は晴れればいいんですけど、天気予報は、
明日も雨が降ると減る天気予報。60%出てますね。晴れマークが出るのは6月の23日。30%という確率で雨が降りますって出てますね。なかなか今週金曜日もそうですね。土曜も曇りマークで、太陽マークだけの日っていうのがほとんどありません。なかなかね、晴れてほしいです。タイムラインを確認したいと思います。はい。ということですね。今日 YouTube に結構何本か動画をアップしましたけど、また後ほど、この前この放送で紹介したシャブランチャープラスというやつ、あれ結構使えますね。ちょっと指でタップするのがめんどくさい場合には、音声で全部できるんで、例えばさっき言った Wi-Fi ね。Wi-Fi オン。はい。と Wi-Fi を有効にしましたというメッセージが出て、Wi-Fi に切り替わるんですね。また他には。マナーモードオン。はい。と、マナーモードを有効にしましたよ。2.1の頃は、Google の音声認識っていうのは、レベルが低かったんですね。で、2.2になったら、音声を分析する方法が結構幅が広がってるみたいで、端末が判断できないような言葉は、複数候補の言葉がパッと画面に出るんで、そこをタップします。で、次からは学習するんで、その言葉が優先的に出てくるという結構優れもので、音声認識の精度も2.2になってから確実にアップしてます。それ以外に、前回も紹介したように、電話もできます。大谷浩二。あ、もう一回ね。大谷浩二。はい、というふうにして、弟に電話しようと思ったら、名前を言うだけで、電話番号が出て、あと発信っていうところをタップすれば電話ができるというんで、生臭な、物臭な、とタップするのが嫌だなっていう時には音声できるんですけど、これ人前ではね、なかなかできないでしょうね。マナーモードオフ。はい、マナーモードが無効になりました。ということでね、これは有料アプリで150円するんですけど、結構ね、使えると思います。あと最近、YouTube にコメントがいっぱい入ってくるんですが、本当ありがとうございます。まあ、動画を作った側からすると、動画に対するコメントがいっぱいあるとね、非常に嬉しいんですけど、動画以外のお問い合わせが多いんですよ。例えば、こういった04のアプリとか、ご紹介しますよね。その時に、ここのね、このトップの画面を紹介しますよね。そうすると、全然関係ないところ、その時計ウィジットはどこにあるんですかとか、その壁紙はどこにあったんですかとかいう、この画面についてのお問い合わせが多いんですね。時計はエヴァンゲリオンクロック、これ、アンドロイドマーケット、で、無料でありますので、ご利用ください。壁紙も、エヴァンゲリオンなんですが、これはね、パソコン用にダウンロードした壁紙で、もう何年前ですかね。2、3年前ぐらい、2、3年前かな。そのぐらいですかね。前にパソコン用でダウンロードした壁紙なんですが、これも Yahoo や Google でエヴァンゲリオン、検索をしたんですね。で、画像検索で出てきたやつ、まあ、適当に、あ、これいいなと思って選んだんですが、どこで撮れますかって言われたんで、どこで撮れるかって、
場所は覚えてなかったので、一応 Yahoo か Google で検索、または画像検索で探せますよというお答えしかできなかったんですけどね。なんかもうちょっと動画の内容に関する コメントも欲しいなぁと、まあ思っておりますけど、本当コメントありがとうございます。はい、ということでね、もう今日も11時を回りました。もう話し始めると止まらなくて、あれこれお話をするんでね、申し訳ありません。あまりぐだぐだ言う前に放送を終わりたいと思うんですけど、冒頭でもご紹介しました、昨日紹介した水で、今この桃の発酵ドリンクを作っております。これ一晩今つけてます。本当に水だけで桃が発酵するのかっていうことを、実証実験を兼ねて行っているんですね。2日、3日経つと発酵が始まりますということなんですよ。ほんのりピンク色に水が染まってきているんですけど、発酵するための、ブツブツって呼吸するような空気の泡がまだ出てきませんからね。あと、発酵すると炭酸が出るんで、蓋を開けるとプシュッという音がするんですけど、ガス抜きもしないといけないんですがね、今のところちょっとプシュッという音は出ません。砂糖の甘い香りと桃のなんかいい香りがしてます。さあ、これが本当に一切リキュールは入ってません。まあ、昨日ビデオ、動画でも紹介してますんで、ご覧ください。すんで、これが本当に発酵して美味しいドリンクになれば、昨日紹介した水のパワーは本物だということになるんでね。1ヶ月ぐらいすると飲めるドリンクになるということなんで、東北のボランティアが終わった頃、来月の今頃には、飲めるか飲めないか、どうなのかっていうことを、また、放送で紹介できますし、まあ、逐一現在の、桃の様子っていうことをね、放送でもお話をしたいと思います。よいしょ。はい。今日は、ヨンゴキンゴナエル第216回。何を話そうかな、という、こっちか。というテーマでお話をしました。はい、最後、またタイムラインを確認したいと思います。はい。ということで、今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。また明日、お時間がございましたら、どうぞご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、また明日、失礼します。カズオデッセイさん、ありがとうございました。よろしかったら、また明日もご視聴よろしくお願いします。